最高の洗車日和、どうも土パフォーマンスです。ちょっと全然1月なんでこんな晴れると思わなかったんで、こう同じこと言ってボケかまそうと思ったんですけど、見事に晴れたっていう、はい、で今日はこんなに天気がいいんで、ちょっとおすすめの洗車グッズを紹介したいと思います。で早速なんですけど、皆さん洗車するときってこう拭き上げとかってどうされてますでしょうか。タオル使ったりだとか、あとちょっとこだわってる方だと多分セーム側使ったりとかっていう方多いと思うんですよね。でもうタオルは多分洗車場でもう定番の拭き上げアイテムですし、あとまあ家用品店なんか行くとそういったもののコーナーに多分セーム側、まあ柔らかい吸収性の高いものですね、置いてあったりするんで、まあそういったものを使ってる方が多いと思います。であと意外にこうボンドチャンネル見てくださってる方だと意外に多いのがおそらくこれじゃないかと思います。はい、おなじみコストコのマイクロファイバータオル、これいっぱい入ってて安くていいんですよね。はい、まあ噂ではプロも使ってるところがあるみたいです。ただ、まあ、洗車にこだわるんであれば、まあ、ちょっとこの拭き上げに使うものも、ちょっとこだわっていただきたいということで、ちょっと今日おすすめの商品をご紹介させていただきたいと思います。で今日ご紹介するのがこちらです。グリオーズガレージのマイクロファイバープラッシュエッジレスタオルっていうこちらの商品になります。まあ、グリオーズガレージは生粋のカーマニアが作った、カーケアグッズのブランドなんで、もうこれあったらいいよねっていうのが本当に多いブランドになります。ちょっと早速開けてみたいと思います。で中に入ってるのがこんな感じのマイクロファイバーになります。大きさ的には、まあ、大体コストコのと同じぐらいの、マイクロファイバーになります。でマイクロファイバーって一言で言っても結構種類があるんですよね。毛足の長いもの、短いもの、まあ、あとはこの手触りがかなり違いがあると思います。手に引っかかるものとか、あとは、まあ、家庭のタオルなんかの代わりに使われているものとか、毛布に使われているものなんかの、かなり柔らかいものとか、こちらのグリオーズガレージはかなり毛足が長くてかなり柔らかい部類の、本当に毛布にそのまま使えちゃいそうな、マイクロファイバーになります。で他にもポイントがあって、まず大きなポイントとしては、こちらこう前面見ていただくと分かるんですけれども、コストコのマイクロファイバータオルなんかと違ってタグがないんですね。結構こう端っこにちっちゃいタグが、ついてたりすると思うんですけれども、まあ、そういったものってやっぱりこう車を傷つける原因にもなってしまうんで、まあ、あらかじめこうちぎるとか切るとかっていうのが多いと思うんですけれども、こちらのグリオーズのマイクロファイバータオルの場合だともう最初からそれがない仕様になってます。でさらにですね、まあ、商品名の通りエッジレスなんで角がなんとないんですね。これはい、これどうやってるかっていうと、まあ、角を取ってそのまま折りたたんで、これ二重になってます。なんで裏表がないっていう、はい、まあ、角もやっぱりこう縁があるとそれも塗装を傷つけてしまう原因になるんで、まあ、最初からそういったものは取り除いてるっていう。中にはこのコストコのマイクロファイバーのこの端を切って使うなんていう方も、まあ、実際お仕事でされてる方でもそういった使い方されてる方も多いみたいなんですけど、こちらのグリオの場合だともう最初から縁がない、本当に考えられた仕様になってます。二重ってことは吸水もすごい。そうなんです。それはちょっと車洗いながら喋ろうかなと。それでは早速ちょっとこちらのマイクロファイバータオル、実際にうちの営業車トゥーランを洗車して使ってみたいと思います。ちょっと早速使ってみたいと思います。で使う前は、まあ、できれば、乾いた状態じゃなくて一度濡らしてから、使っていただいた方がいいと思います。まあ、乾いてるとどうしても引っかかって傷になっちゃったりすることもありますんで、濡らして絞ってから。でこれ吸水性がもともとマイクロファイバー高いのと、これ二重になってるんでものすごく水吸って重たくなります。
で一回絞っていただいてから、吹き上げます。もう本当に二重で毛足が長いんで、一回でかなり広範囲拭き取れます。でマイクロファイバー速乾性もあるんで、まあ、絞って干してもらえば、乾くのも非常に早いです。なんでその辺も使い勝手かなりいいんじゃないかなと思います。いやこれめっちゃ吸うよ水。ただね、豆に絞んないとめっちゃ重たくなるタオルが本当に毛足が長いのとこの二重になってるので、かなり1回でかなり綺麗に拭き取れるんで、本当に電気のいい日に洗ったりするとすぐ乾きますね、これ車が。いやだってすごい、これだけでほら、ほぼ。あとは厚手で毛足が長いんで、まあ、エンブレムとか、こういった隙間ですねの吹き上げなんかも非常に適してます。ちょっと重たくなるの嫌だから豆に絞ってるけど、これ結構絞んなくてもずっと多分吹き上げられる。結構こう商品紹介、まあ、個人 YouTuber だと結構ダメポイントとかも喋るんですけど、僕社畜系なんでいいことしか喋れないから、結構中にはあいついいことしか言わねえんだよなって思われちゃうと思うんですよ。なんであえてちょっとダメポイント上げるとすれば、高えマイクロファイバーコストコの方が確か1枚50円ぐらいなんですけど、これ先に値段言っちゃうと1枚800円ぐらいするんですよね。本当に高い。ただ物はめちゃくちゃいいです。はい、本当これフォローじゃなくて本当に物めちゃくちゃいいんで、本当におすすめの商品になります。はい、というわけで今回は、こちらのグリオズガレージマイクロファイバープラッシュエッジレスタオル、こちらをご紹介させていただきました。こちらは今回、ご覧いただいたこれが6枚セットになってます。はい、でこちらのお買い求めはボンドオンラインショッピングより、お買い求めください。でボンドオンラインショッピングのリンクは動画の説明欄の方に貼ってありますので、ぜひご確認ください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。